ツ葉アケビは、アケビかアケビ族の落葉性鶴性木本。アケビと共に、秋の味覚として親しまれてきた鶴性の植物で、三枚の小葉があることから、ツ葉アケビと呼ばれる。鶴の繁殖力が強く、茎が他の樹木に絡んで生え上がり、北海道に自生するほど体感性も強い。鶴の巻き方向は、左から右方向へ巻きつき、茎は太いもので、 直径2センチメートルになる。樹皮は肺褐色くれない褐色をしており、丸い皮目があり、不規則に亀裂が入る。葉は五星し、手のひら状服用で、小葉は3枚になる。小葉は長さ2から6センチメートル、幅1.5から4センチメートル、形は卵形から甲卵形で、先端は覆う基部は円形で、円には波状の巨子ある。 傭兵は2から1 4トルと長く、小葉につく、小傭兵は0.3から3センチメートルになる。普通落葉性であるが、刃は一等する場合がある。刃の表面は能力色、裏面は単力色で、両面とも無毛。先端はわずかに凹み、基部がやや膨らむのが普通で、日当たりの良い環境で育成した刃は厚みがある。下期は4から5月。 死ゆ同種、死ゆこと花で、明け日よりも花の色は濃い紫色である。新葉の脇から、草状花剰を下水、または過極させ、花序の先端二十数個の小型の尾花を十から三十個ほどつけ、基部に大型の雌花を一から三個つける。尾花は濃暗主色で計四から五ミリメートルになり、反り返った、花弁状の額片は、長さ二ミリメートルで三枚あり、六本のおしべが、 球状に集まる。雌花は3センチメートル前後になる花柄を持ち、濃安試色で計15ミリメートルほどになり、花弁状の額片は長さ7から10ミリメートルで3枚あり、円柱型になる雌しべが3から6本つくことが多い。花に花びらはない。果実は液化で厚い花火に包まれ、ずんぐりした眉形になる。長さは10センチメートルほどの長大円型になり、 明け火に比べて、先端側が、膨らみが大きく、全体に太い。メシベの1から3個が結実すること普通であるが、中には全部結実する場合もある。秋に熟すると、緑色から紫色、または赤紫色に変化し、火皮が劣化して、中にゼリー状の果肉がある。果肉は、白色で、黒色の多数の種子を含む、食用になる。サンヤや,や、 産地の明るい緑林を好み、日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地に生育する。アジアでは中国に分布する。アケビに比べて育成地域が広く、荒れ地や乾燥地でも旺盛に繁殖する。新芽と果実は食用とされる。鶴は弾力があり丈夫でしなやかであることから、 カゴ編みの材として最高品と言われ、多くの生活用具に利用される。ありがとうございます。